はい、つかみましたね。はい、じゃあスプーンいってみようか。はい、なんでスプーン打ってもらうかというと、ちょっとやっぱりスプーンってこうボールこうちょっと拾いたくなるから、ちゃんと当てたいから、それがあるかどうか。はい、うん、オッケー。これ難しいの、難しい、難しくはないねんけど、でもほんまこれ完成したらこの手ってこの振り幅だけで、あとは自分の体のパワーをパーンとぶつけていくようになるから。恐ろしい、低くない？うん、絶対にじゃないけど何も起こる確率がかなり低い球。ナイス。おお、キャリーも出てきた。手低く、オッケー、スピードはつけない。今のめっちゃ良かったよ。おー、いいね。だいぶ変わったな。みたい。ウッドやけど結構、うん、肩下ぐらいから出てない。そうやな。めっちゃ良くない？うんうん、え、ダメ？いや、だいぶいい。なんかでもさっきのドライバーでちょっとコツつかんだかもしれない。うん、右肩ぶつけていくっていうのは。ぶつけへんかったら私あの、うん、今度ブレーキかけられへん。よかった、ダフってないからいいや。それに、それのぶつけ方やな。私ちょっと右向いてると思うんだけど、どう？向いてない？ちょっと右向いてるから。向いてるよな、うん、じゃあ決まったらオーウェイで。今でも198ってキャリー、うん、キャリー200いけ。あ、ごめんめっちゃ上がったで、はいはい、飛ばそうと思ったら、それがな、そうそうそう、まだ飛ばそうっていう任務は授かった時に、はい、そっちに行ってまうってことやな。
一発っていい。これいいミスやけどな。うん。うん、もうほぼ何も起こらへん動きや。おお、キャリー205、もう一発とか、もう一発ちょっと左に最後曲がったから気に食わんな。もっと完璧にいってほしい。でも低さは別にドローじゃなくたって出るようになってるな。さあぶつけていけ。あ、もうこれでまっすぐやったらいいのにな。ちょっと待ってな。あー、でももう200来そうやな。OK、 反動が大事です。反動が、ぶつける反動。これいいやろ。おお、早いわ。200の215。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お